ポリタシです。ピッピヒューチです。はい、というわけで今回は久しぶりのロマン部です。今回はですね、非常に超強力なデッキを作りました。なんと最大で2000ダメージオーバーが狙えるデッキ、なんとか成功することを目指して頑張りたいと思います。スタート。腕っぽうフラベベメジョクイクス。そう、はい、スカイフィールド、はい、出します。いいの入ってんじゃん、はい、そして、うん、フラベベ2匹と土に出します。土に土に土にえ、はい、土にを出しまして、そう、このデッキは土にをメインポケモンですよ。進化ソーダを使いまして、フレッポをブロスターに進化します。さらに、もう一個進化ソーダを使って、クラベベをフライエッテに進化します。土人出して、フレッポを出して、バン、終わります。どうぞ。はい、完成。6枚引いて、抜け荷に進化します。はい。抜け荷にします。フライエッテに進化します。ハイパーボールを使って、カギ切りを出します。はい。します。はい。オッケー、フラエッテに進化してバトルサーチャーを使います。フラタ博士、はい、7枚引きます。7枚引いて、オッケー、ブロスターブレイクに進化。おお、ブロスターブレイクに進化して活力剤使います。土人を戻し、土人を加えて出します。はい、はい、1、2、3、4、5、6、7ね。はい、で番を終わります。どうぞ。はい、はい、ガランティスに進化して、クラベベ出しまして、1枚逃げます。はい。はい。バン折ります、どうぞ。1枚引きまして、フラエッテに進化して、はい。ムキムキダンベルをつけて、ブロスターブレイク、逃げて、抜け荷を前に出します。で、ブロスターブレイクに草エネルギーを1個つけます。これで、まあ、こいつの HP が130と70の150でしょ。とりあえずね、ダウン終わります。手札からストロングエネルギーをつけて、はい、そして倒れちゃうんじゃない。倒れちゃう、倒れちゃう、つけないです。ダメダメダメ、140にして、お願いお願いします。リップスお願いします。しょうがないな。はい、はい、じゃあ70ダメージね。はい、70ダメージですね。これで残り HP10 か。ここで抜けに逃げます。これ一回ブロスターブレイクさん出てくるわけですよ。 N! それはきつい。ここでロックオン。はい、次の相手の番、この技を受けたポケモンは逃げられない。次の自分の番、この技を受けたポケモンが受けるそのダメージアップ、プラス120されて、はい、よし、そこい。はい、じゃあ次の番引きます。はい、メルシーブレイクの技、はい、ダイヤモンドギフトで75だ。はい、1枚引きまして、やばい、ミスったかもしれない。ちょっと考えます、ちょっと考えますこいつの HP を上げてからね、ダメージメバーを使いたいんだけどね、そうするとね5匹までしか置けないからダメなんだよな。わかった。はい、ダメージメバーを使ってブロスターブレイクに乗っているダメカンのうち3つを1回ランテスに置きます。はい、はい、で逃げる、抜け人前に出てくる、さっき6を使ったもんね。はい、出てくるこの状態トレーニングセンター、ブロスターブレイクと土人をトラッシュ。はい、でさらにダメージメバーこれで抜け人に、違う、クイクイ博士足りなかったクイクイ博士足りなかった
あ、てかエネルギーがね、エネルギーがなかった。この回は失敗です。くそもう一回。はい、タイムアップ。タウンマップを使って、まずはサイドフランデスも落ちちゃうと11回転無理なんで、もう一回。はい。誰だ、なんかサイド落ちしてるっぽい。比べ目が足りてないっぽい。ダメだ、もう一回、もう一回やります。はい、ここだわ。このククイ博士次第、ククイ博士、ここでエネルギーを引かなきゃいけない。2枚、高エネルギー、高エネルギー、高エネルギー。しゃ、来た。おお、やった。エネルギーをつけるダメージムーバーを使って、でラランテスに移した後に、はい、この状態でトレーニングセンターを使う。はい、違う、ここと手で歩をトラッシュしてラランテス、フライッテ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 になると。はい、はい、でここで、ここでダメージムーバーを使って30を抜け荷に移して、はい、これで170。はい、でこのポケモンによってダメージ数かける50ダメージなので170乗っているので、850に加えてラランテスで870、クク博士使ったから890で、さっきの番にロックオン使ったから120プラスして、890プラス120は1010で、弱点ついて2020。うわー、足りないぐらい。2000ダメージ。マジでしんどかった。